チェはリオプラテンセスペイン語などラテンアメリカの言語とバレンシア語の語彙に現れる他人への呼びかけや反応を様々に表現する関東詩。イタリア語のセオが語源とする説。イタリアでは頻繁に使われる副詞で、つまり、すなわちなど、スペイン語の著に相当するが、その変形がチェだとする。アルゼンチンには19世紀末から大量のイタリア系移民が押し寄せ、 その大波は第二次世界大戦後まで続いた。当初は専門職などが中心だったが、次第に国の発展に必要な手工業の労働力需要のため、多様な階層のイタリア人がアルゼンチンに到来した。彼らに共通のイタリア語は希薄であり、コミュニティごとに様々な発音を用いたため、相手との意思疎通が成り立っているか、頻繁に確認し合う必要があった。これが、 当地のスペイン語に根付いたものが、セオもしくはチェだとされる。言葉が通じにくい者同士をリンクする呼びかけ、イタリア人同士、スペイン語話者との会話でも対応された。次第に、チェは、現地文化の中に融合していき、イタリア人同士の呼びかけから、親愛と信頼を示す会話表現として、リオプラテンセスペイン語に根付いていった。こうして、アルゼンチン社会の日常単語に、 チェが根付いた後、エルネスト・ゲバラは、チェというあだ名を他人から得たが、それを自分の本名を知らない人に自由に呼ばせていた。何人かのイタリア系アルゼンチン人文史は、リオ・プラテンセ語における、チェの起源をベネツィア語に求めた。ブエノスアイレスのイタリア系に占めるベネト州及び、周辺地域出身者の割合から、そう推定した。彼らの言葉は、ココリチェと呼ばれ、 約半世紀を経て、北部、中部、南部のイタリア語が相対的に融合したものであるが、しかし、第二次世界大戦後には、リオプラテンセ語に吸収され勢力が減退した。その単語の多くは後に、イタロ・アルヘンティの社会の継承文化ではあるものの、ルンファルドのように、さらに多民族、多人種的な俗語内に残った。ベレイ。 イコールケレールなら CI は c h へというわけである。それは確かにベネツィア語に似ている。スペインのバレンシア語起源説がある。スペインではチェにあたる関東詞、関東詞はオイエ、バイやオンブレ等で十分代用可能であり、大多数の地域でチェは一般的ではない。だが、バレンシア州では数世紀前から関東詞 G は日常単語である。 偶然か否か、サッカークラブのバレンシア CF には愛称に CHA、ロスチェというものがある。とはいえ、バレンシア語で関東市チェにあたるものは名目的書き言葉では G であるため、聖書法制定の過程で CH が X に転化したという理論補強も必要かと思われる。バレンシア語 G、チェは互いの言わんとすることの意味確認、緊張緩和のための関東市である。 南米のチェとの関係は、地主階級の農民がやっていたトルコというカードゲームに手がかりが見られる。このカードゲームはスペイン語圏の複数の国と、ブラジルやイタリアに存在するが、バレンシア州発祥のゲームである。なお、バレンシア州、カステリオン県には、バレンシアご起源説のダメ押しとして、関東支茶が存在し、使う状況は、リオプラテンセ語のチェと同じである。 何人かの作家は、グアラニー語のチェキ言説を唱える。グアラニー語のチェは一人称単数の主格と所有格の両方を兼ねる。アルゼンチン北東部のグアラニー語では、テイ、イという発音がある。パラグアイでは、これが現役発音である。マプチェ語においては、チェは、人、人々を指し、マプチ族の様々な地域出身の人々が使うが、 しかし口語表現としての起源説は弱い。ペルー北部のアンカシからエクアドルに至る山岳地帯のケチュア語では、スペイン語のオイエに相当する注意喚起の関東詩にチェがある。アンゴラの金文度語に同じ意味のジーという関東詩がある。アフリカ系ウルグアイ人はバントゥー系がいるため、ニジェールコン合語族としての関連性はある。スペルチェはスペイン語圏ならほとんど同じだが、 ポルトガル語の表記規則などではチェイ、そしてバレンシア語では G となる。スペインではチェはバレンシア州出身の人物に言及するのに使われる。サッカーのバレンシア CF はアキポチェ、ロスチェなどと呼ばれる。チェはアルゼンチン、ウルグアイ、ボリビア南部、ブラジル南部のリオグランデドスル州で使用されている。スペインではバレンシア州と隣接地域、ガリシア州は コルーニャ県、コスタデラ・ムエルテの広い地域で使用されている。エルネスト・ゲーバラ。キューバや中米で、アルゼンチン社ということで、チェの愛称をつけられた。マドリードに本拠を置く、スペイン語学術協会が出版している辞書、ドレイによると、アルゼンチン・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイにおいて、他人への呼びかけ呼び止め、注意喚起、または驚きを表現するとある。 スペインのバレンシア州ではもう少し音の幅が広い。おいえ、オンブレ、ミラ、バイアに相当する言葉である。チェ、ジーは、それはもう話しただろう。チェと、確認、協調など。二人称単数代名詞の主格、所有格図は、チェ、ジーと併用される。チェ、ゥ、俺たちまた失敗しちまったよ。また考えの確認としてのチェを、そうだよなチェ。 確かに男がいるのを見た。俺は見たんだよな。明確な目的もなく、ただ単に関東し文中のアクセントとして使うことなどもあり得る。中南米スペイン語圏のその他の国では、特にメキシコと中米においてアルゼンチンやウルグアイ出身者の同義語として使われる。関東誌として、チェを頻繁に使う者たちというイメージからである。これはスペインにおいて、 バレンシア人を呼ぶバレンシアのものを話題にする際に、故障とするのと同じ発想である。エルネスト・ゲバラなど以外にも、チェ新聞、チェオベリスクなど、人間以外のアルゼンチン産のものにも使われる。チェの文献書室は、ロサス統治時代のブエノスアイレス州で1838-39年に書かれ、エステバン・エチベリア名義で1871年に出版された小説。 エルマタデロの中の一文。チェ、ネグラブルーハ、ソリーデアキアンテスデクテ、ペグエウンタジョ、イクスクラマバエルカーナセロ、ニクヤワイタ。チェ、黒い魔女め、ひっぱたかれないうちに、ここからウセロヘイ、ユー、ブラックウィッチ、ゲットアウトオブヒアビフォーアイ、ギャッシュユー、セットザブチャー。ありがとうございます。